自己紹介が必要かな。私は探偵だ。英雄を望んでいたなら残念という他ないが、探偵や推理家を所望なら、君は良いカードを引き当てた。教育に終わりはないとも。演奏は得意でね。 とはいえ、これはいささか違うかコートは変えなくてもいいだろう 似合っている。そうだろうとも、そう選んだからね。生きることこそ、いかなる想像力をも超えた不思議と出会うすべさ。 待つのもいいが、ここに居続けても新しい依頼人は来ないだろう。君は観察をしているかいただ目で見ているだけではいけないよ。君は私の依頼人じゃない。強いて言えば、助手のようなものか。実のところ興味深いよ。東洋的に言えば、 縁ということになるか。さて、二十一世紀におけるライヘンバッハはどこになるのか。なんであれ、退屈はせずに済みそうだ。ブラバツキー夫人、彼女の感情については理解できる。仕方のないことさ。ああ、仲が悪いわけではないよ。古い知人だからね。ヘンリー・ジキル。 彼とは一度、語り合う必要がある。時計塔の魔術師か。少し時間を割いてもらうとしよう。話すべきことがある。好きなもの。操作と、あとは、そうだね。嫌いなものさて、君は何だと思うね 聖杯。興味深い観察対象だ。聖杯そのものよりも、周囲に発生する事象の数々が、かな。新しい事件のようだ。さて、楽しませてくれるかな。誕生日君のもちろん知っているとも、言われずともね。机の上を見るといい。君に似合いそうなものを。 いくつか選んでおいた。ああ、邪魔をしないでくれるかな。考え事をしているんだ。すまないね。何かな私に用でもできれば、私が興味を抱く内容であると嬉しいね。そう。君の勘については、それなりの信用を置いているつもりだよ。 ワトソン以外で僕の助手をこうも務められたのは君が初めてになる。無論、褒めているとも。はははは。いつの日か君は完成された人物となるだろう。平凡ならざる存在と言ってもいい。ああ、今ではないがね。今は一歩ずつ進んでいくといい。焦らずに。